ブリスベン川は下流のゲートウェイブリッジから上流のセンテナリブリッジまで15の橋が横断している川は人口200万人の都市部を曲がりくねって流れる2010年3月にブリスベン川を渡るクレムジョーンズトンネルが完成したブリスベン川にかかる橋の地図判例ブリスベン川道路橋鉄道橋歩行者のみ通行可能な橋バス 歩行者のみ、通行可能な橋ブリスベン CBD と対岸を結ぶ橋は、歩行者及び自転車専用のグッドウィルブリッジ、クリルパブリッジ、自動車専用のキャプテンクックブリッジ、自動車及び歩行者が通行できるビクトリアブリッジである。ブリスベン市内の混雑緩和のために、2006年9月から工事が開始され、2010年2月28日に一般公開。 2010年3月15日より、開通したトンネルである。ブリスベン南東の郊外ウールーン側のサウスイーストフリーウェイに、南側の入り口があり、CBD 東側対岸のカンガルーポイント、ストーリーブリッジ付近を通過、ブリスベン北側の望遠ヒルへと抜ける。ありがとうございます。